すごい逆光、すごい逆光でいいですよ、シルエットが逆に逆光すぎたらこうなんかターミネーターのアイルビーバーはい、来ました高見山の頂上の展望台です。こちらからはね、天気が良ければ四国が望めますけれども、残念ながら今日はねはい、ということでですね、どうですか、どうですか、展望台の感想は。かすみちゃんですね、見たままですね。はい、はい、どうぞ。世界のパノラマっていう感じですよね。なんかまあ視野が広がりますよね、これも。いや、もうそのものですね。自分ってちっぽけな人間なんだなっていうのが、やっぱ世界、視点を世界に見ない。パス、うん、いいね。これが私のアナザースカイ。ここいるだけでもうあれですね、いい気分になる、うん、コーヒーの匂い。はい、買いました。マシロブレンド 300g です。こっちですね、ごめんなさいね。はい、とてもいい匂いします。はい、ヨナちゃんは何か。私はね、じゃん、 100g か、 100g からあって100とか140とかいろいろサイズも選べた。コーヒーが飲めちゃう。そうです。曲の構成の高度な、まあ、曲の構成とか感想の尺なんかもそうですよね。これが本家です。今日の家、今日の家、これが本家。あなたは俺なのよ。なんだよココナッツ。私じゃ。なんだよココナッツちゃん。それ大丈夫か。ココナッツちゃんと普通に話しかけた。もう消えるよ。消える前にもう一回ちょっと行こうか。はい、今日も一日お疲れ様でした。浦和の道、観光ガイドなんですけれども、最終的には高見山の方の、展望台にやってきました。さよなら。はい。
寝てます。そして。尾道ベイエリアにある、バズキッチンです、まるで船に乗ってる感じで、楽しめます。ちょうど月が出てます。ああなんか明日の朝帰っていいですか？Wow.